2022明治安田生命 J1 リーグの第25節、ジュビロ磐田対浦和レッズの一戦、エコパスタジアムからお送りします。では両チームの予想フォーメーションを見ていきます。まあ、始まってみて立ち位置はもう一度確認したいんですけど、基本的にはこの形で来るのかなと思いますし、はい、まあ、しっかり自分たちでボールを握りながら、まあ、前進して、まあ、頂点にいるファビアン・ゴンザレスにどれだけいい形でボールを渡せるか、あとは横からのクロスっていうところもやっぱり回数作りたいですよね。でシャドウの大森だったり金子がライン間でボール受けて少し違いを見せれると攻撃の回数も増やせると思いますから、はい、そのあたりは、注目ですね。はい、続いてアウェー浦和レッズです。まあ、基本的にはやっぱりしっかりボールをつなぐチームで、なおかつ頂点のところに松尾が入ると背後のランニングもありますし、それによって最終ラインもぐっと岩手の最終ライン引っ張ることもできますから、速い攻めのところと地高のところのバランスではすごく良くなってきていると思いますね。その中で注目に挙げている伊藤敦樹のところとパートナーの岩尾、まあ、彼らがどれだけボールを触って前線の選手にいい形で配球できるか、そこは注目ですね。はい、幅を取った吉永、縦遠藤、ここまでボールをキープします。岩田、あとここが引っかかりました。あ、ね、さあ小泉、縦に速いカウンター、浦和レッズ中央に松尾、ファーサイドにはモーベルグ、小泉はモーベルグを使う。さあボックスに入ってきた、左足のシュート、早速キックを破りました。前半5分先制浦和レッズ、ダビド・モーベルグ正確な左足、逆サイドネット突き刺しました。1対0、今シーズン7ゴール目。まずはボールの奪い方が非常に良かったですね。まあ、ここの小泉のカットからで運びながら大きなスペースありましたし、この時の浦和の選手たちの反応も非常に良かったですし、少し小泉に引っ張られた大外のモーベルク、最後は見事な左足ですよね。一番得意な形でした。だ小泉が運んでる時にもっと一番いいニアのポジションに入ってくるかなと思ったんですけど、少し我慢しながらボックスの幅でボール受けましたし、まあ、最後はしっかりキーパーの動きも見ながら止めて見て巻いてサイドネット、見事なゴールですね。うまく大森のインターセプトからマイボールにしました。岩田、松尾が来ている、あ奪った、さあ自分でボックスに入る、折り返す、そしてフリーで小泉、前半13分追加点、浦和レッズ2対0。松尾が前線で奪ってショートカウンター、折り返しにトップ下の小泉です。早い時間に複数得点浦和レッズ。ここですよね、少しボールが浮いてたっていうのはあるんですけども、岩田からするとやっぱり1失点目もそうですけど、やっぱりすごくもったいない失点ですよね。はい、もう完全に狙ってますから、でボックスの中に入ったら1回顔を上げて、まあ、小泉も動きを止めずに一番いいところに入ってきました。鈴木の前、まあ、このゴールも本当に見事なゴールだと思いますよね。まあ、一本いい形でシュート打ちたいですね。そうですね、まだ手元の集計シュートはありません。岩田、あうまく奪いました。大森からファビアン・ゴンザレス、そして金子、前線2人で攻撃に移る、左足のシュート、わずかに左に外れました。いや、いいんじゃないですかね。はい、受けた場所も非常に良かったですし、思い切ってやっぱり足振りましたから、はい、まあ、金子の良さ出たんじゃないですかね。小泉がスルスルとボックス内入っていきます。空間でもらった松尾、さあ小泉、伊藤もスルスルとボックスに近づきます。右サイドモーベルグ、さあ1対1、得意のゾーン、またぎ入れて縦、右足で上げた、ファーサイド松尾、ポストに当たってゴール、今日2点目ボーベルグ。前半の40分、自らの縦の仕掛け、3対0です、浦和レッズ。やっぱりモーベルグの形で仕掛けさせてしまったっていうところが大きな問題だったと思いますね。はい、まあ、このまたぎのフェイントからクッと縦に行って、おそらく中合わせたと思うんですけども、はい、いいとこ飛びましたよね。そうでしたね。中を確認しながらじりじりと運んでいきます秋元。サポートに来た岩尾、スルーパス小泉から入って秋元、狙いすまして左足、ファーサイド伊藤敦樹、左足ボレーシュート突き刺さりました。4対0、公式戦2戦連発。
サポーターの前で喜びを分かち合います。大外の背中ですよね。松原も顔振ってるんですけども、前の選手に釣られたところですよね。まあ見事だと思いますね。パッと顔を上げて、もうフリーだった伊藤敦樹のところ見えてたと思いますし、まあ、落ち際しっかりインステップでフリーだったんで振り抜くと、小泉スルーしてファーサイド秋元、近場の小泉、中を見てクロス、ファーサイド大久保コントロール、オーバーラップ伊藤敦樹持ち出して右足のクロス、胸コントロールから小泉、5点目浦和レッズ、アウェーで攻撃陣大爆発。後半の21分、まあ一つ一つのプレーがすごく丁寧だったと思いますし、やっぱりボックスの中でこれだけやっぱり自由を与えると、まあ、何でもやると思うんですよね、はい、まず止めると、またですかね最後ね、はい、冷静ですね。うまく触りました。上原ワンタッチで大津へ、トラップギア狙っていました真渡り、そこから繋いで中間ポジションを受ける江坂、左足でスルーパス引っかかってユンカンに通りました。さあ1対1だ、左足ユンカンも決めた、今シーズン最多で6ゴール目。もう前からのプレッシング剥がして、この受けた場所が非常に良かったです。で反転してから少し持ったところで背後を狙ったんですけども、いいところに落ちてきましたし、岩田の選手の足に当たったんですよね。で最後はそれに対してユンカーがしっかり反応して受けて左足で流し込みました。うまく受けた上原、また通そうとしますが塞がる、ワンタッチ山本から左サイド松本のクロス、ジャミを越えていきます。セカンドボール、左足のシュート、上原の左足はわずかに右に外れました。決めたかったですね。右ポストに当たっているでしょうか、はい、まあ、しっかり落ち際を叩いたんですけどね。もう岩田の方はもう前から矢印、常にもう少し人を意識しながら、まあ、どんどん突きに来ますから、はい、だからそこの剥がし方とその背中の人の配置みたいなところは、あ、縦パス入った、ジャミー左足ー止めた、西川ナイスキーパーですね。後半途中出場上原のスルーパス、ダイレクトで左足狙いましたが、ベテラン守護神西川が立ちはだかりました。今日スタメンの小泉、ここの時間でも自分で運べる左足のクロス、ユンカの前でリカルド・グラッサです。コーナーキックです、浦和レッズ、その前で試合終了のホイッスル。今日2ゴール1アシスト小泉、そして2ゴールのモーベルグ、6発対象浦和レッズ、クリーンシートで2試合ぶりの勝利、シーズンダブルを達成して3ポイントを獲得しました。正念場の岩田、手痛い黒星です。